いつも動画のご視聴ありがとうございます。バニャ、どうも、トロです。キングダムハーツのヴィラン、ゼアノートが闇に傾倒するまでの物語を描いたダークロードが先日無事に完結を迎えました。野村さんをはじめスタッフの方々、本当にお疲れ様でした。サービス終了後も完結まで書いてくださって本当にありがとうございます。はい、そんな感じでかなり情報量が多かったので、今回から数回に分けて小分けにしてダークロード完結編で判明したことを中心に情報整理をしていこうと思います。考察に関しては情報整理がちゃんと終わってからやりたいと思っているんですけど、今回の情報整理の動画内でも気になっている点などはちょこちょことお話ししていきますので、考察目的の方でもお楽しみいただけると思います。今回のお品書きはこの3つ。スカラ・アドカエルムについて、青ローブの老人の正体、ブラギの正体が判明。この動画ではキングダムハーツに関する現時点における最新情報を全て含んでお送りいたしますので、まだクリアしていない作品がある方は特にネタバレ注意でお願いします。それでは早速見ていきましょう。鍵が導く心のままに。1つ目はスカラ・アドカエルムについて大きな謎が解明されました。ゲーム本編ではありませんが、 Twitter のキングダムハーツ公式アカウントの方に投稿された完結記念 Q&A の中で語られまして、ユニオンクロス最終話にブレインがたどり着き、新作ミッシングリンクの舞台となる平坦で黒っぽいスカラ・アドカエルムと、ゼアノートやエラクスが過ごしていた山のような構造で白を基調としたスカラ・アドカエルム、この2つは同じ場所であることが確定しました。言葉通り白黒をはっきりしましたね。これはまんまとやられました今回の件で改めて学びました。キングダムハーツの考察はかなりシンプルでいいんだと。ミッシングリンクのトレーラーで説明されていたように、スカラ・アドカエルムは多層都市と呼ばれていて、古い町の上に新たな町を建設する多重構造だそうです。なのでミッシングリンクの時代は平坦で、その後のダークロード以降では新しい町が上に積み重なっていって山のような構造になっているといった感じです。もともとデイブレイクタウンの跡地に建設したのがスカラ・アドカエルムであると、公式攻略本アルティマニアで野村氏も言及していましたので、そこから多層都市は始まっていたということになります。ミッシングリンクではエフェメラの血統を継ぐ本家、エフェメラの血統を継がない分家がそれぞれ結社を作って活動していたそうなので、現在のスカラ・アドカエルムは島がたくさんありますが、一つの結社が一つの島を管理して、それぞれの島で町を積み重ねていくのかもしれませんね。あと、やっぱりミッシングリンクは古代エジプトがモチーフになると思います。まあ、あくまでもモチーフであり、どこまでオマージュするかは分かりませんが、積み重ねていくという多重構造や、スカラ・アドカエルムに並ぶ島の見た目からピラミッドを彷彿とさせますし、スカラ・アドカエルムは直訳すると天国への階段であり、ピラミッドが階段のような構造なのは、死んだファラオの魂が階段を登って天国に行けるようにするためなんですよね。ゾワッとしますね。あと、王といえばエジプト、王国といえばエジプト、鍵の始まりもエジプトにあります。つまり、王国の心、キングダムハーツとエジプトは親和性が高いと言えます。キーの時代とエジプト神話の共通点はこれまでたくさん考察してきましたが、その後の時代のミッシングリンクはエジプト王国時代がモチーフになってくるんじゃないかなと思ってます。またこの辺は別の動画で考察します。さて、白と黒のスカラ・アドカエルムが同じ場所であることが確定し、土台がしっかりしたことで今後考察が大きく進むと思いますが、懸念点はたくさん残っています。1つ目、ゼアノートが赤子時代にはまだ黒を基調としていましたが、その十数年後に白を基調とした町に変わっています。そんな十数年という短い期間で町の雰囲気が変わったのには何か理由があるのでしょうか。覇権を握った結社に決定権があるのか。2つ目、ミッシングリンクはポケモン GO のように現実世界を歩き回る仮想現実の技術を用いたゲームですが、現実世界に基づいた世界といえば裏側の世界クアッドラトムが思い浮かびますが、スカラが表側の世界であるのなら、誰がどうやって渋谷などの世界を再現したのか。シグルドや誰かしらが裏側の世界から来ているのでしょうか。3つ目、ゼアノートの出身が表側の世界スカラ・アドカエルムで確定し、ダークロード作中においても裏側の世界に関する話が出てきませんでしたが、ゼアノートはいつ裏側の世界の存在を知ったのか。また、トイ・ストーリーの世界を模した世界トイボックスの世界で、裏側の世界の住人である夜空が登場するベルムレックスのゲームをどうやって用意したのでしょうかと、まあまだあるんですけど、この辺の疑問点を軸に今後考察の方を進めていこうかなと思います。お次はゼアノートをスカラ・アドカエルムから連れてきた青ローブの老人ですが、正体が判明しました。これは見事に考察が的中しまして、ユニオンクロスのプレイヤーの心を宿した存在であることが確定しました。で、デスティニーアイランドに来る前はミッシングリンクの舞台であるスカラ・アドカエルムにいたことから、おそらくミッシングリンクの主人公であり、彼が言っていた2度目の人生とはミッシングリンクの物語を指していると思います。完結記念 Q&A の中で、この老人は2度の人生を送り消滅し、その後その心は再び他者の心に溶けたと野村氏が語っており、キングダムハーツの根底には空イコールプレイヤーであってほしいという野村氏の思いもありますので、おそらく後の時代に生まれるであろう空の心に溶けたのではないかと考えています。この辺の話は少しエモい考察がありますので、気になる方はね、こちらをチェックしてみてください。2度目の人生の仕組みは謎に包まれており、1度目の人生で消滅を迎えたのになぜ記憶を継承できているのかは分かりませんが、2度目の人生については今後回収予定とのことなので、考察好きな人以外は今はあまり気にする必要はないかもしれません。プレイヤーが特別な存在なのか、チリシーのおかげなのか、ルシュが何かしらの秘術を持っているのか、キーブレードの継承と関係しているのか、ミッシングリンクは過去から現在のデータを回収する物語なので、その中で記憶を取り戻すのか、キングダムハーツの静止間では前世の記憶も継承できるのかなど、いくつか候補はありますので、おいおい考察していきます。物語の終盤、ブラギの正体も明かされ、ルシュであることが判明しました。彼に関しては、ブラギの末尾を並び替えると、ブライグになることや、ゼアノートを認めているのか、試しているのか、何かと助言を求めるというキャラプロフィールなどから、ダークロードの発表があった当時から、多くの方が予想していたと思います。僕も2年前にね、考察動画出しているんですけど、今見てもこのサムネの破壊力すげえな。今回の件からシンプルに考えて、ブレインの綴りとブライグの綴りも末尾の一文字以外同じであることから、ユニオンクロスラストのシーンの黒コートを着たブレインの正体もルシュである可能性が濃厚となりました。ルシュが記したレポートには、ユニオンリーダーの一人にキーブレードを継承したとあるので、体を奪ったわけじゃなく、テラゼアノートのようにルシュとブレインの心が同居している状態、ブレイン・ルシュの状態だったのではないかと思います。キングダムハーツ3までのルシュの繊維は、古の時代はルシュ、ユニオンクロスの最後にブレイン、ミッシングリンクの時代はブレイン以外の誰かだと思います。ダークロードの時代はブラギ、バースバイスリープの前、ブライグの前は誰だか分かりません。彼がなぜ肉体を転々としているのかは、キングダムハーツ3のシークレットレポートに記されています。繰り返される継承の歴史のどこかで、キーブレード戦争を再現する選ばれし者が現れる。そのものが食材のヤギたるキーブレードを手にした時、俺は最後の使命を果たすために再び動き始める。ルシュは闇に傾倒するキーブレードマスターが誕生し、キーブレード戦争を再現する選ばれし者をずっと待っていました。キーブレード戦争を起こし、真のキングダムハーツを生み出して、かつての仲間たちロストマスターを呼び戻すまでが彼の使命だからです。ダークロード終盤のシーンで、バルドルの墓の前で、やっぱり選ばれし者ではなかったなとこぼしていたのはそれが理由で、闇に傾倒したバルドルに少し期待していたことがうかがえます。ブラギの正体イコールルシュの件で少し引っかかるのは、同じくシークレットレポートの記述でしょうか。これまで遠くからキーブレードを監視してきたが、俺も舞台に上がる頃合いか、キーブレードの力を欲しい近づく愚者を演じればいい。前後の文章からも、キーブレードの力を欲しい近づく愚者とはバース・バイ・スリープ時代のブライグを指していると思うんですけど、それだとブライグになるまではキーブレードの近くにいなかったことになるんですよね。だけどブラギ君は思いっきりキーブレード使いの都にいて、しかもノーネームが飾られている教室で授業を受けていたんですよね。ただブラギイコールルシュは確定事項であり、疑う余地はありませんので、シークレットレポートに関してはあくまでもヒントであり、本編との整合性に関しては細かいレベルで気にする必要はないのかもしれませんね。はい、今回は以上になります。こんな感じで、あと6本くらい情報整理動画をアップする予定なので、気長にお待ちいただければと思います。今回お話しした範囲、触れた件で気になることなどがございましたら、お気軽にコメント欄にお寄せください。このチャンネルでは、キングダムハーツ、ツイステをはじめ、ディズニーやスクエニのゲームを中心に考察や実況、生放送をさせていただいています。今回の動画が参考になった、続きを早く見たいという方は、チャンネル登録、高評価をポチってくださると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またねー。バイバイ。